M-21、M-21M、-21、M 21, M 21, M、21, -21 ウクライナビーンヌイツヤ市にある M-21M を用いた記念日。ウクライナ空軍創立記念として1998年に建てられた。M-21 はソビエト連邦で開発され、ソ連及びウクライナで製造された遠隔操縦標的機である。形式のは 標的という意味のの略語である。ミッグ -21 位とも呼ばれた。旧式化したミッグ -21 戦闘機を回収して製造された。使用した母機の違う、純動系機も製造され、M-21M、あるいは、製品 94M と呼ばれた。こちらの二つ目のは、近代化されたという意味のロシア語の形容詞、税の略語である。に、 ソビエト連邦空軍の代表的な無人航空機となった。1960年代、ソ連空軍と国土防空軍は航空産業省第155工場製のミッグ -21 シリーズを国中に配備したが、新しい発展型の配備に伴い初期型の中には余剰化する機体が出てきた。そこでこれを利用した初めての超音速標的機が、 開発されることになった。まずは迎撃戦闘機ミ i g 2 1 p f を利用した機体を設計することとなり、名称は M-21 とされた。M-21 の設計は、それまでミ i g 1 7 f を利用した M-17 やミ i g 1 9 s を利用した M-19 などの開発実績のある。 ロシアソビエト連邦社会主義共和国、カザーニ氏のカザーニ航空工場及び、カザーニ航空研究所試作設計局と、同、ジュコーフスキー氏の MM グローモフ記念に飛行研究所が、共同で言った。M-21M の外見上の特徴ウクライナ、ビーンヌイツヤ市の空軍博物館に展示されている、M、M-21M。背面に、アンテナ用のヒレ状の膨らみと、 扁平な膨らみがそれぞれ1箇所ずつある。M-21 で設置されていた垂直尾翼上の大型アンテナは取り付けられていない。M-21 は遠隔操作によって操縦される、いわゆるラジコン機であり、操縦しなしでの飛行が可能であった。元が機動性の優れた戦闘機であったため、空中目標を完全に再現できる。 高機動性標的として、ソ連空軍で最も人気のある標的機となった。外見は各部に取り付けられたアンテナ類を除けば、母機と際はなかった。翼平面型は、ミッグ -21 と同じ典型的な尾をくっつき、デルタ翼で、機種に配された大型の空気取り入れ口の中央に、円錐形のショックコーンを配置していた。 コーンの中に設置されていたレーダー TSD-30TP は下ろされ、照準機、無線機、酸素装置なども廃止された。代わりにオートパイロット AP-17 を用いる操縦自動装置が機種に搭載され、ソーダ小型機械、赤外先端値目標の透過装置、記録機器が設置された。記録機器は、打ち損ないの数と撃墜の事実を記録した。また、 外部から軌道を測定するための機上機器と昼間の観測用の照明弾も搭載された。MIG-21PF が枯渇すると母機を MIG-21PFM に変更した M-21M が開発された。この機体は舗装された滑走路でなくとも土の滑走路から離着陸ができた。外見上は 元からの MIG-21PF と MIG-21PFM の相違点以外に M-21 とはアンテナの配置が異なっていた。M-21 の製造は航空機修理工場にて1981年から開始された。並行して母機を MIG-21PFM に変えた M-21M も開発され、 1985年から、ウクライナソビエト社会主義共和国、リビー市にある、リビー航空機修理工場で製造が開始された。M-21M の生産は、ソビエト連邦の崩壊後もリビー航空機修理工場で続けられ、2004年に、終了した。リビウ航空機修理工場では、M-21 と、M、M-21M 合わせて150機が、 製造された。ソ連時代に製造された M-21 及び M-21M はソ連空軍で運用された。これらは主に高射ミサイル複合の訓練や新しい防空兵装の試験に使用された。ソ連崩壊後、残っていた機体はロシア連邦空軍とウクライナ空軍へ継承された。ウクライナではその後も12年にわたって製造が 続けられたため、多数の機体が2010年現在も国内へ残されている。いくつかの機体は博物館や広場に展示されているが、誤って MIG-21PFM と紹介されることがある。ありがとうございます。